ニーミナ赤いロウソク山から里の方へ遊びに行った猿が一本の赤いロウソクを拾いました赤いロウソクはたくさんあるものではありません それで猿は赤いろうそくを花火だと思い込んでしまいました猿は拾った赤いろうそくを大事に山へ持って帰りました山では大変な騒ぎになりました何しろ花火などというものは鹿にしても獅子にしてもウサギにしてもカメにしてもイタチにしてもタヌキにしても 狐にしてもまだ一度も見たことがありませんその花火を猿が拾ってきたというのでありますほう素晴らしいこれは素敵なものだ鹿や獅子やウサギやカメやイタチやタヌキやキツネが押し合いへし合いして赤いロウソクを覗きました すると猿が「危ない危ないそんなに近寄ってはいけない爆発するから」と言いましたみんなは驚いて尻込みしましたそこで猿は花火というものがどんなに大きな音を出して飛び出すかそしてどんなに美しく空に広がるかみんなに話して聞かせました そんなに美しいものなら見たいものだとみんなは思いましたそれなら今晩山のてっぺんに行ってあそこで打ち上げてみようと猿が言いましたみんなは大変喜びました夜の空に星を振りまくようにパーッと広がる花火を目に浮かべてみんなはうっとりしました さて、夜になりました。みんなは胸を躍らせて、山のてっぺんにやっていきました。猿はもう赤いろうそくを木の枝にくくりつけて、みんなの送るのを待っていました。いよいよこれから花火を打ち上げることになりました。しかし、困ったことができました。と申しますのは、 誰も花火に火をつけようとしななかかったからですみんな花火を見ることは好きでしたが火をつけに行くことは好きでなかったのであります。これでは花火は上がりません。そこでくじを引いて火をつけに行くものを決めることになりました。第一に当たったものは亀でありました。亀は元気を出して花火の方へやっていきました。 だがうまく火をつけることができたでしょうかい,いえい,いえ。亀は花火のそばまで来ると首が自然に引っ込んでしまってできなかったのでありました。そこでくじがまた引かれて今度はイタチが行くことになりました。イタチは亀よりは幾分ぶましでした。というのは 首を引っ込めてしまわなかったからでありますしかしイタチはひどい金眼でありましただからろうそくのまわりをキョロキョロうろついているばかりでありましたとうとう獅子が飛び出しました獅子はまったく勇ましい獣だものでした獅子は本当にやっていって火をつけてしまいましたみんなはびっくりして 草むらに飛び込み耳を固く塞ぎました耳ばかりでなく目も塞いでしまいましたしかしろうそくはポンとも言わずに静かに燃えているばかりでした最後までご視聴いただき誠にありがとうございますもしよろしければ チャンネル登録をしていただいて、次の投稿をお待ちいただけますと幸いに存じます。お相手はいで朝とでした。